はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと前になるんですけど、私のインスタストーリーズで募集したものがあってですね、この YouTube の企画でしなたんなら何を着るっていう企画を撮りたいって話して、みんなにこうテーマだったりとか使ってほしいアイテムだったりとかを募集したんですが、本当にたくさんのテーマだったり、こういうコーデが見たいっていうものをね、いただきました。ありがとうございます。で、今回はその皆さんから募集したものの中から、実際に私がランダムでちょっと選ばせていただいたので、それのコーデをね、紹介していこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速シュナさんなら何を着るやっていきたいと思います。 KN14118 さん、ありがとうございます。急に誘われた日にパッと着てもおしゃれに見える服みたいです。その時に私が着るのはこんな感じでございます。急にパッと誘われた時は髪の毛とかもちゃんとやってないかなと思うので、まずは帽子をかぶります。で、楽にコーディネートを決めたいなって思うので、一つでパッてもうコーデが決まってしまうサロペットであったりとかセットアップとか着ております。さらに全体的にモノトーンに合わせることによってすごくコーデがまとまりやすいので、トップスも黒のタンクトップを着て、モノトーンのサロペットを着ているんですけど、そんな中でもちょっと遊び心欲しいなって思ったので、紫のバッグと紫のスニーカーを合わせております。バッグとシューズを合わせるとすごくおしゃれに見えるので、日頃からそういうセットみたいなのを作っておくとパッて合わせやすいので、そういった感じでね、同じ感じの色でセットを組んでおくのもすごくおすすめです。では続いてレイカ924さん、ありがとうございます。モノトーンは一切使わないコーデが見てみたいです。はい、そんな時に私が着るのはこんな感じです。さっきのねコーディネートはモノトーンだったと思うんですけど、それとは打って変わって、ちょっとモノトーンは本当に一切使っていないコーデになります。日頃から私結構こう白だったり黒だったりとか使うことが多いので、今回ねちょっとどうしようかなって思ったんですけど、私のオリジナルブランドのアベンモアからこの前あのセカンドリリースセットアップが出たんですけど、そのねセットアップがめちゃくちゃ可愛くて、モノトーンではないんですけどすごく合わせやすい色なので、黄色のトップスを持ってきました。こういうパキッとした色を持ってきてもすごく可愛いです。バッグもですね、色が入ってるんですけど、トップスと同じイエローだったりとかセットアップと同じブルーとか同じような感じの色が組み合わさったバッグになっているので、とってもまとまりがあるかなって思います。シューズはですね、セットアップの色に合わせて少しセットアップよりかは薄めの明るめの感じのカラーを持ってきました。最近こういうミュールすごく流行っていてですね、今季の春夏のトレンドなので、トレンド感もあるような、すごく私は好きなコーデに仕上がったかなと思います。では続きまして、ホワイトドットライトブルーさん、ありがとうございます。普通に授業ある日の大学行く時の格好、その時に私が着るのはこんな感じです。そうですね、私大学は通っていないのでちょっと想像でしかないんですけど、大学生って言ったら結構荷物が多いイメージなので、バッグは大きめのトートバッグを持っていきます。トートバッグって言うと麻だったり綿素材のやつを持っていく方が多いと思うんですけど、ここはちょっとあえてレザーにして、よりこうファッションに馴染みやすいというか、かっこいい感じの印象になるようにしております。大学に行く時って、まあ、もちろんおしゃれもしたいけど、そんなに張り切りすぎてもなって思うと思うので、ノーマルな感じで T シャツにデニムのパンツなんですけど、デニムのパンツを普通のブルーとかのデニムにするんじゃなくて、カラーデニムを持ってくると少しちょっと違ったような雰囲気を変えれるかなって思うので、今回はピンクっぽい紫っぽい感じのカラーデニムを履いております。コンバースもねちょっと厚底にしてみたりとか、ノーマルな感じの洋服なんだけど、アイテムをこだわることによってそんなに頑張りすぎず張り切りすぎてないけど、でもちょっとおしゃれは好きだよっていうのを、こだわりはあるんだよっていうのを見せられるコーデになったかなと思います。では続いて、ポーリンソイルアンダーバサキさん、やってるかな、ありがとうございます。ゴシップガールブレアコーデ、有名なゴシップガールという海外ドラマのブレアっていう女の子がいるんですけど、そのブレアからインスパイアを受けたコーディネートですね。そのコーディネートはこんな感じにしました。私もゴシップガールすごい見てて、ブレアってすごい色物を使うのがとにかく上手だなっていう印象があります。本当はねもうちょっと色をたくさん組み合わせたコーデにしたいなって思ったんですけど、私が持ってる洋服の中でそんなになかったので、持ってる洋服の中でブレアっぽいかなっていうものをチョイスしました。全身ね花柄のワンピース、ちょっとタイトめなワンピースに白のタイツを履いて、よりお嬢様感というかのを出してみました。でポイントで赤の小物だったりとかをちょっといろいろ散りばめてみました。バッグとベルトとシューズかな。シューズは本当はねピンヒールが良かったんですよ。ブレアって本当にずっとピンヒールを履いてるイメージがあるので、ピンヒールが良かったんですけど、ちょっと私持っていなかったので、今回は結構太めのヒールになってしまったんですが、あとは最大のポイントと言ったらやっぱカチューシャ。ブレアはカチューシャだったりとか帽子をよく被ってるイメージがあって、使いやすいカチューシャをチョイスしました。いつもの私のスタイルとはちょっと違ったお嬢様っぽい女の子っぽいコーデに仕上がったかなと思います。続いてクムシラコさんであって
てるのかな。ありがとうございます。オーバーシャツを使った夏コーデ、そんな時に私が着るのはこんな感じです。まあ、オーバーシャツということだったので、まあ、白のシャツを選びました。結構スレのところもゆったりしていたりとか、丈感も少し長めのシャツになっております。これをですね、もうシンプルにショートパンツ、デニムのショートパンツに合わせました。そのまま上からシャツを着ても可愛いんですけど、どうせならショートパンツを見せたいなと思ったので、前を片方だけインしてみました。そうすることで結構こなれ感も出るかなと思います。白シャツにデニムというすごく定番な合わせに、バッグはピンクっぽくもあり紫っぽくもありという感じの、結構持つだけでポイントになるようなバッグをチョイスしてみました。シャツって結構きれいめなイメージがあると思うので、あえてここは着崩したりとか、足元はスニーカーにしたりとかして、少しカジュアルダウンさせて普段からでも着やすいような感じのコーデに仕上げました。白シャツは本当に爽やかなイメージがあるので夏にぴったりかなと思います。続いてさやか11アンダーバー13さん、ありがとうございます。おうちデート、そんな時に私が着るのはこんな感じでございます。おうちデートということだったので、割とリラックスモードというか、すごいラフな感じのコーデを組みました。ラフなんですけど、あんまりこうラフすぎても急にねちょっとこうコンビニに買い出しに行こうよとかなった時に困るかなと思ったので、まあかろうじて外にはちゃんと出れるような格好で、だけど家でのリラックスモード、リラックス感も欲しいなと思ったので、今回こんな感じのコーデにしてみました。デートということだったので、女の子っぽさも欲しいかなって思うので、花柄がね刺繍されたパンツをチョイスしております。普通のこうゆったりとしたパンツかと思いきや、そういうところでちょっとねちゃんとこだわってるよっていうのをアピールできるかなって思うので、今回はこのパンツにしました。すごくシンプルですごくラフな格好だけど、よく見てみたらちょっとこだわりもあるような、そんなコーデに仕上がったかなと思います。はい、では続いてリサアンダーバー NI7 さん、ありがとうございます。ひまわり畑に行くとき、そんな時に私が着たいコーデはこんな感じでございます。まあ、ひまわり畑と言ったらすごい可愛らしい女の子っぽいイメージをされる方も多いんじゃないかなと思うんですが、私のいつものスタイル的に女の子ふわふわっていう感じのコーデはあんまり着ないなと思ったので、リアル感を出したいと思って、今回は私がひまわり畑に着ていきたいコーディネートをしたつもりです。まあ、もちろんメインがひまわりになると思うので、私はすごくシンプルなコーデにしたいなって思います。白 T にデニムですごく無難な合わせで、ひまわりがメインとなるようなコーデにしたんですけど、やっぱりウキウキするじゃないですか、お花畑って言ったら。なのでちょっとバッグを、このビーズのバッグ、夏はすごいトレンドなんですけど、ビーズのバッグを持っております。で、このビーズのバッグもですね、ホワイトとイエロー、グリーン、ブルーでできているビーズのバッグで、ホワイトは何のカラーでも合うと思うんですけど、イエローはひまわりの黄色で、グリーンがひまわりのこの菊の部分とか葉っぱの部分をちょっとイメージしています。で、ブルーはですね、やっぱりお花畑って言ったら私も青い空にひまわりがパーって咲いてるイメージがあるので、ブルーは青い空をちょっとイメージした感じでぴったりなバッグだなと思ったので、今回こちらを持っております。スニーカーもちょっとクリアなスニーカーを履いて、シンプルになりすぎないようなコーデに仕上げたつもりでございます。じゃあ続いて KP_K9113、 ありがとうございます。夏になるのでサンダルを使ったコーディネートが見たいです。その時に私が着たいのはこんな感じです。まあ、サンダルということだったので、今回はこういったスポーツサンダルをチョイスしました。アースカラーっていうのがこの春夏も結構トレンドなんですけど、ベージュだったりグリーンだったりとか、地球を想像させるような、自然を想像させるようなカラーなんですけど、サンダルがそういうカラーだったので、パンツも先のショートパンツかハーフパンツか中間ぐらいの長さのパンツを履いてるんですけど、あえて女の子っぽいガーリーな服にサンダルを合わせてちょっとバランスを取るっていうのもすごい可愛いんですけど、今回はもう思いっきりメンズライクに寄せたコーデになっております。なんですけど、まあ、巻き髪だったりとかで女の子らしさを出したりとか、くすんだカラーとか暗くなりがちかなと思ったので、バッグでちょっと光沢感があったりとか、上品なバッグをチョイスしてメンズに寄りすぎないような感じにしてみたつもりです。ゴールドってすごく女性らしく上品な印象があったので、今回はゴールドのアクセサリーをつけております。そういうところでちょっとバランスをとって、アクティブすぎないというか、上品な小物も使いつつ、でもコーディネート自体はサンダルを使っているのでアクティブに見えるような感じのコーデにしてみました。続いて0426_4さん、ありがとうございます。ちょっとそこまで、そんな時に私が着たいのがこんな感じでございます。ちょっとそこまでっていうことなので、パッとコーディネートが決まるようなアイテムたちを使っております。シンプルな白 T にタロペスカート、シンプルな白 T にスカートだけでも可愛いと思うんですけど、なんかちょっとねこう物足りないなっていう私は感じるので、タロペットがついてることによって普通の T シャツとスカートっていうよりかはおしゃれに見えるアイテムかなって思います。このタロペスカートの色も本当に可愛くて、これを着るだけでも結構こなれ感も出るし、一つでおしゃれに見えるアイテムでございます。
ございます。さっきも急に誘われた時のコーデも一つでもコーディネートのポイントになる主役のようなものを持ってきたんですけど、ちょっとそこまでっていう時も何か一つこれ着るだけで、あとシンプルな格好でもこだわったようなコーデに見えやすいものを着るかなって思います。なので今回はこちらのコーデにしたんですが、全体的にまあモノトーンな感じのコーディネートになっていて、シュシュとバッグをグレーにして、そこでちょっとね統一感も出したりとかして、ちょっとそこまで出るだけだけどでもおしゃれはしたいっていう私の希望が詰まったコーディネートになっております。はい、ではラスト KMR_18 さん、ありがとうございます。海の見えるカフェデート、そんな時に私が行きたいのはこんな感じでございます。海の見えるということなのでザ・夏というすごく爽やかなコーデに仕上げました。デートということだったので女の子らしさ欲しいなと思ってお花柄のワンピースを選択しました。スリットも入ってたりとかパフスリーブになってたりとか、結構女性らしいデザインのワンピースなんですけど、あえてスニーカーを持ってきてちょっとカジュアルダウンをさせております。海の潮風になびくワンピースがすごい可愛いなと想像しながら組んでみたんですけど、海の近くだと結構日差しが強いイメージがあるのでサングラスをしたりとか、ピアスもこの貝殻のモチーフになっていて、ここがまた海を連想させるような感じのコーディネートにしてみました。バッグとサングラスのカラーをイエローで揃えて、よりまとまりのある差し色になるようなアイテムをチョイスしました。海の見えるカフェだったので夏っぽさを全開に出した爽やかなコーデになったんじゃないかなと思います。はい、ということでこんな感じでですね、初めてこのシュナダンなら何を着るっていう企画をやってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。普段からこう出かける用事がある時とかはその用事に合わせてコーディネートを決めたりとかするので、今回はちょっとまあみんなからそのテーマとかこういうアイテムを使ってほしいっていうのを募集してみようかなと思って、みんなのねお力を借りてコーディネートを組んでみました。もしね皆さんもこういうシチュエーションがあったらぜひ参考にしていただければなと思います。本当にたくさんのリクエストありがとうございました。好評だったらまたやりたいなと思うので、またその時はぜひご協力をしていただけたらと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。So buy a comfortable rug and curl up for a season long. She says, boy, that's enough.